文化的に言えばやっぱり江戸も含めて、それからまあ地方都市っていうか地方のそういうカルチャーをこう全部吸収しながら、非常にこう非常に重層的な側面を持っていて、かつ植民地ではないですけども、さまざまなカルチャーを手ごろに、吸収し、それを消費できる、面白いとしたらと。常に他者から吸収してきた民族ですから、まあ、特に中国、その後ヨーロッパ、その後アメリカで、いよいよ何もなくなった時に、いやどうすれば表表がなくなった時に現在に立っているわけですから、まあそういう意味では常に何かを借りて、その借りたものの中からクリエイティブしていくっていうね、まあそういう文化ですから、自然のこう脅威に対しての諦めみたいなものは日本人の文化の中にあると思うんですけども、まあ災害、まあさまざまな意味での災害を災害列島みたいな形でですね、常に災害のあるところですから、まあしかし列島それ自身は亜熱帯と亜寒がこう同居してて、生産性が高いから、傷ついてもまたすぐ自然を再生するじゃないですか、ね、すぐ緑になっていくとか、冬は、綺麗なもみじになるけども、6ヶ月もすればね、まあ、ね、真っ青になって瞬くうちに赤くなって散っていくっていう、この再生能力は すごいと思いますよね、その再生能力があるから我々はこう自然にちょっと身を任せることができてきたんだと思いますけども、具体的な日常性の中で我々の意識の中に入ってきている空間ではないと思いますけども、まあしかし確実に残されてきて、それなりのボリュームを持ってますから、人間と自然との関係の中で、非常に象徴的なこうスペースっていうか形態として森は大事なんだなっていう意識をやっぱり持ってたからだろうと思いますね、見ることものを見ることっていうことを専門になす人間だと僕は思っているんですよね。でまあ人間のこう視覚認識とか、まあ見るということの意味重要性というようなものを問題提起する網膜に映っていながら、同じこう、生理学的に映っていながら、しかしそれを認知したり考えたり、認識するっていうのはやっぱりそのことまで含めての見るっていうことは多様で、写真表現ってまあ一つのタブローっていうか、その平面的な作業ですから、まあ、近代の絵画の、まあ、歴史で言えば個性的であったりすること、非常にこう個性的な表現であることが求められているような錯覚をちょっとしてしまうところがありますけども、写真にはやっぱそういう美術史的なその袋小路に入っているところも一方であるんですけども、しかしこういう機械を作るわけですから、機械を作ってるんですから、自分の脳とは違う外在化したのって言ってもいいかもしれませんけども、そのすごいものを使ってるわけですから、まあそういう意味で人の道具として手段として
小さな自分自身の個性的な美意識や美学とかとか、観念にとらわれないで自分自身が取ることで発見していく作業を提示していくことかもしれない。でそのことが共有しないかもしれないし、見る人は共有するかしないか分かりませんけども、